今日は令和元年11月号の26ページ龍の背記者のプラスワンを読んでいきたいと思います。ロバと親子というイソップ童話がある。ある親子がロバを売りに市場へと歩いていた。すると通りすがりの人のささやきが聞こえた。あらもったいない、せっかくロバがいるのに誰も乗っていないなんて。なるほどと思い、父は息子を乗せた。するとまたもささやきが聞こえてくる。なんて親不孝な子供なの、親を歩かせるなんて。今度は父が乗り、息子が歩く。するとひどい父親だこと、息子を歩かせて。考えた末、二人ともロバにまたがった。あれじゃロバがかわいそうだとなる。聞く耳を持つのは大いに結構だが、自主性がないとこの親子のようになる。組織として何かを決断する様子を見たとき、僕はいつもこの童話を思い出す。9月30日の阪神とのシーズン最終戦、先発した大野雄大は4回ワンアウトまでパーフェクト投球をしたところで降板した。防御率でリーグトップに躍り出て初のタイトルが確定したからだ。彼には2桁勝利もかかっていたが、もし1点失えば7イニングまで投げねばタイトルは失う。2点取られれば完投しても追いつかない。2投を得ない事情を知っている中日ファンは惜しみない拍手を送った。この試合に勝てばクライマックスシリーズ、引き分け以下は4位となる阪神ファンも手をたたいて喜んだ。前回大野雄大にノーヒットノーランをやられていたからだ。面白くないのは広島ファンだっただろう。4連覇を逃した上に阪神が勝てば4位に沈む。おまけに大野雄大に抜かれたのはクリス・ジョンソン。すると腹立ち紛れにこんな言葉が口から出る。タイトルのために降板するなんてずるくないか。個人記録はどこまで配慮されるべきなのか。これは長い歴史で何度も野球界が直面し、答えの出せない問題である。僕が忘れられないのは2002年に首位打者を獲得した福留孝介だ。結果的には松井秀喜の日本ラストイヤーでの三冠を阻止、すでに巨人の優勝が決まり中日の3位も確定的だったペナントレース終盤に松井の打率を抜き6厘差をつけた後は打席に立たずにライバルの動向を見守った。そして松井が再逆転できずに先に全日程を終えると、代打で1打席だけ出場して安打でフィニッシュした。松井を抜いたのは彼の紛れもない実力だ。先に巨人の日程が終わったのは松井の運だ。そしてチームの順位は決まっていた。これらを総合的に判断して僕は福留のタイトルを称える記事を書いたところ、後日年配のご婦人からあなたに記事を書く資格はないとお叱りの手紙をいただいた。松井や巨人が好きというより、スポーツ選手はチームの勝利のためにのみ戦うべきだという主張だった。あれから17年、ご婦人には申し訳ないが僕のタイトルへの考えに大きな変化はない。ただし何をやっても許されるとも思っていない。例えば1982年に首位打者を争っていた田尾康、84年に本塁打王をめぐり宇野勝、掛布正幸の敬遠の応酬はノーだ。盗塁王争いの最中、相手が出塁したらわざと牽制悪送球して二塁を与えようとし、その走者も進まなかったことがあったが、それも論外。恋の失敗をファンに見せるのはみっともない。大野雄大の降板はイコール敗戦ではない。タイトルがかかっていなければもちろん続投したが、2番手の三嶋が失点したのはたまたまであり、当然
4回ワンアウト無走者なら登板と告げられていた。あの試合の中日は勝利もエースへの配慮も可能な限り追っていた。かといって僕の物差しだけが正確なんて思ってはいない。ご婦人のように個人より組織、記録より勝利という厳格な考えや、逆にルールにさえ触れてなければ何をやっても許される、それが監督の判断ならいいじゃないかという人もいるだろう。冒頭のイソップ童話には実践の大切さ以外にも教訓があると思っている。それは不寛容への戒めだ。違う考え、意見に関心を持った上でその存在を認め、寛容でありたい。インターネットで個人の意見をどんどん発信できる時代だからこそこう考えたい。自分ならロバに人を乗せる。でも待てよ、ひょっとしたらさっきまで重いものを運ばせていたから休ませているのかもしれないなと。与田剛監督は考えに考え、4回ワンアウトでの降板を決めた。クライマックスシリーズのかかった阪神打線をそこまで無失点で抑えるのはそんなに簡単ではない。大野雄大は実力でタイトルを取った。心から称えたい。おやすみ。明日はドラゴンズが勝つよ。ドラゴンズ、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 おい。